アフターサービスの分野では求められるサービスの質が日に日に高まってきています。これから私たちヤンマーはお客様の価値を創造するためにどのようなサービスを提供すればよいのでしょうか。そのヒントを探すために3つの事業領域で働くサービスマンを取材しました。最初の舞台はヤンマーアグリジャパン北海道支社です。管轄エリアは日本一の農業エリアであり、大規模農業経営を営むお客様が多く、アフターサービスにおいても農繁期前後の点検整備を中心とした計画的なサービス対応が必須であり、高度な技術対応が求められています。この北海道支社で働く後藤義明さんを取材しました。やっぱ実家が農家なので、それのお手伝いができればいいかなと思ってヤンマーに入りました。農業機械ってこんな感じなのかなっていうのは思ってましたね。想像とはやっぱ少し違ったのかなって感じです。やっぱり後藤は仕事が早いのと正確だっていうところが一番の売りだと思いますし、やっぱり一番はやっぱりお客さんに信頼を得てるので、僕は作業によって後藤くん選んでるんですけども、まず電話したらすぐ来てくれるのと、本人来れない場合は他のスタッフをすぐよこしてくれる、それでいて整備もきちっとしてくれてるし、普段の付き合いもよくさせてもらってるので、なるべくお客様の機会を把握して、何を持ってるか把握してすぐお客様の要望に応えるように、お客様を待たせることなく仕事するようにしています。あとその日に治るということで、お客様に結構感謝されることが多いですね。ほぼ農家の機械は把握していると思いますね。だからうちの機械にしても、どの機械っていうのをまず把握して、どこが壊れてるかまず聞いて、部品を調べてからうちに来るっていうスタイルを取ってくれてると思うので、とても助かっております。お客さんが機械を管理するんじゃなくて、私が管理するようにしているんで、普段普通の人が1週間かかってやる仕事を、彼は1週間の間に2つの仕事をやってしまうっていうぐらい早くて、でそこにミスがないので、再整備とか後からかかるようなこう無駄な時間が圧倒的に少ないんで、その分たくさんの仕事をこなせる。たくさんのお客さんを抱えているわけですから、当然1台でも早く、1時間でも早く、1分でも早くっていう仕事をこなしていかないと、やっぱり修理追いつかない部分もあるので、そこはサービスマン営業マン含めてみんなで協力し合いながら、的確に再整備とかがないように、最善の注意を払って仕事しております。農業機械も車とか他の機械と同じようにどんどん進化しているので、本当にただ直せばいいよというもんじゃなくなっていっているし、直すにしてもいろんなこう角度から判断しないといけないと、そういう意味で今までただスパナを持ってボルトを締めて直せばいいよというのは、もう時代にはついていけなくなる。これからはもうただ直すだけではなく、自分で営業力を身につけて機械の修理を自分で取ってくるということを意識しています。お客さんの機械を把握して、しっかりお客さんの手を止めないサービスをするっていうのは、これは第一条件としてですけども、やっぱりこれだけすごい技術を持っているので、次の後藤が生まれるような、そういう教育とか指導とか、そういうところをしっかり若手に伝えてってあげるっていうところは、期待しているところですね。お客様に信頼されるサービスマンと後輩を育てていくっていうことですね。何でも直せるようなサービスマンになりたいですよね。ヤンマー建機大阪支店、この支店が管轄する近畿エリアでは、建機レンタル会社様、またヤンマー特約店様、建設業者様とお客様が多岐にわたっており、それぞれのお客様に応じた
スピーディーで正確なサービス対応が求められています。この視点で働くサービスマン、中義人さんを取材しました。普段はまあお客さんのとこに行ってまあ修理、出張修理、現場に行っての修理とか、まあ、あとはまあお客さんからの問い合わせの対応であったり。もうみんなが仕事が終わって、帰っている時でも一人で修理をしたりとかですね、朝早くに出てきて、修理をもう始めてたりとかですね、やっぱり人に聞いたりとかですね、自分なりにやっぱり勉強していく、そういったところがまあ非常にこう他の人と比べてこう努力家というかですね。一番率直に思うのは、みんなに可愛がられるようなタイプの子なので、どのお客さんも彼に物を頼みやすいんじゃないかなと思うような感じの子です。まあ楽しくできたら一番いいのかなっていう、まあ僕そんなもともと明るい感じなんで、その別に無理はしてるわけではなく、まあ普段通り結構会話は多くしていった方が、まあ、スムーズに仕事も回っていくのかなと思って。対人能力という面でいくと、非常にこう相手のことを考えながら話を進めていくというようなところが非常に、まあ、大きいかなと思います。あとあまりこう落ち込んだこう暗い話ではなくて、やっぱり明るい話でずっとこう進めていくというところも非常に能力的に高いと思ってます。大変だなって思うのは、まあ、そういう無茶な要求をどうクリアしていくのか、まあ、お客さんも、よしで会社もよしという形の、まあ、どっちもウィンウィンな形に持っていくのはどうするのかっていうのを考えるっていう部分が一番大変なのかなと。まあ、お客さんもお金を払う以上、まあ、原因ですよね。結局何が悪くてこれが潰れたのかっていうのを知らないと、やっぱお客さんも簡単にこうお金を払ってもらえるわけではないんで、やっぱりそこをちゃんと追求して、これはこうやからなったんですよと、潰れてしまったんですよと、壊れてしまったんですよっていう部分をこう見つけるっていうのがかなり大変なのかなと。もともとのメーカーさんの出張のイメージっていうのはなかなかレスポンスが悪いっていうイメージやったんですけど、中君に代わってからとりあえずレスポンスが悪い返事の時でも何か提案くれるんで、じゃあそっちでとかいう選択肢をくれるのですごい助かってます。今すぐは動けませんが、例えば外注さんのここでしたらすぐ動けます、でも僕が行こうと思ったらこの時間になります、どっちがいいですかみたいなのが、まあ一番分かりやすい説明になると思うんですけど、そういう選択肢くれるんで助かってますね。安くなんとか修理ができないかであるとか、まあ、高額であっても長く機械を使っていただけるような修理を心がけるとか、まあ、そういったことをよく考えながら、お客さんと話し合いながらサービスをしていくというところがあるかなというふうに思います。修理拘束時間をですね、短くしていくっていうことで、まあ、お客さんがすぐ機械を使えるようにしていくっていうのと、まあ、お客さんに対してこう一人一人こう考え方が違うと思うんで、お客さんと話していく中で一番いい修理方法を見つけて、まあ、ベストな状態の修理をしていくのがいいのかなと思います。これからも、まあ、もっと機械についての知識を増やしていって、まあ、さっきも言ったんですけど、お客さんから感謝してもらえる、でお客さんの悩み事とか少しでも、まあ、解決していけたらいいなと思っています。最後はヤンマー白洋システム西九州支店です。この支店の担当エリアの巻き網漁では、1ヶ月に一度の月夜間に漁場から帰港、限られた時間の中で漁場でのマシンダウンを防ぐための事前の点検・整備が最も重視されており、
技術の確実性、迅速性が求められています。こちらの視点で働く大久保大輔さんを取材しました。まあ、私自身が釣りも好きだったんで、どういうふうに魚を取るのかとか、そういったものに興味がありまして、この仕事に就きました。やっぱりどうしてもエンジンを直すだけという技術者が多い中でですね、やっぱ周りもよく見えてるし、まあ、社交的であると。であとそうですね、面倒見もいいし、まあ、人柄といったらやっぱ明るいですね。まあ、上司に向かっても、まあ、間違ったことは話をしてくれるし、他のサービスマンというか左遷支店というか、その人たちの中では一番工場長という感じの立場ということで、まあ、新型のエンジンなんかの来た時にはもう内型の船長たちに率先してそのエンジンに対しての知識がいっぱいあるということで教えてもらって勉強になっているということは聞きました。この仕事で一番大変なのはまず新機関とクレームですね。これが発生した時にどうお客様に納得してもらって仕事をするかと、そこのクレームで揉めた時っていうのがやっぱり、後に残っていってしまうので、お客さんの信頼を損なうというのが一番怖いところで、そこをいかに迅速に、完結させるか、そこがもう私の使命だと思っております。まあ、長崎県は特に全国第2位の漁獲高、漁獲量ですねがありますんで、在籍の船も相当数の数がいます。その中で巻き網船、月夜間以外はほぼ出港している中で、お客様の手を止めないサービス、もうこれは必須ですね。どうしても海の上で商売されている方たちですので、やっぱり海の上で故障したら商売ができなくて帰ってくると。でその商売の中でやっぱり1000万2000万一晩漁をしてきますので、やっぱりその日の晩のうちにもしかして連絡の技術のものに連絡のついて、まあ、修理のできればもう次の日にはもう間に合うっていう感じになるけんか、そこのところの体制作りのね、できていければいいなと思っております。まあ、サービスも大事なんですけど、まずは、自分の支店のサービスマンですね、これの人材育成、もう西九州支店に限らずもう長崎県全部、もしくは九州全部、もっともっと技術スキルを上げて、なんていうかな、人材不足っていうのをもうなくしていきたいですね。相手が満足できるようなそのエンジンの整備、これをしていきたいと。でその中でやっぱり私たちも潤うし、お客様も潤う、満足をする、その中で、大量していただいて儲かった金でまたエンジンを買っていただくと、そういうそのサイクルができればですね、非常にいいんじゃないかなと思っております。お客さんの手を止めない、これがもう私たち技術員の使命と私は思っております。それが一番のサポートだと思っています。3名の方々の現場サービスマンの声を取材しました。それぞれ違う事業領域ですが、高い技術力とコミュニケーション力をベースに、お客様のことを考え、寄り添い、共に成長するという姿勢は共通していたのではないでしょうか。3名に続く優秀なサービススタッフの育成に向けては、ヤンマーグループを挙げて取り組みを進め、サービス人材の底上げを図ってまいりたいと考えています。私たちヤンマーはこれからも質の高いアフターサービスを提供することによって、お客様への価値を創造していきます。